ヨークストリート駅はブルックリンクダンボにあるヨークストリートと J ストリート交差点に位置するニューヨーク市地下鉄 IND6 番外線の駅である FK 統が終日停車するまた当駅は IND6 番外線内でブルックリンクにある唯一の駅であるほか同線内で唯一シールド工法で掘削されたトンネル内にある駅である 当路線が建設される50年以上前、当駅が位置している、ヨークストリートと J ストリートの交差点は、BMT 歴新ベニュー線の2つの駅の間に、あった。交差点の西に、ヨークワシントンストリート駅があり、ブルックリン橋を経由して、マンハッタンに接続していた。また、駅の一ブロック東にブリッジストリート駅があった。この路線は1885年5月13日に、 ブルックリン高架鉄道によって開業し、1904年4月11日に、ブルックリンラピットトランジットによって廃止された。その後、1936年4月9日に、IND6 番街線がイーストブロードウェイ駅から J ストリート駅まで延伸した際に、IND フルトンストリート線が J ストリート駅からロッカウェイアベニュー駅までの延伸とともに開業した。 島式ホーム一面二線の地下駅で、駅はイースト川を潜るラトガースストリートトンネルのすぐ南にある。この駅は前日の通りシールド工法で、掘削されており、ホームの壁が曲線を描いているのはそのためで、白いタイルに紫色のラインが設置されている。ホーム中間付近にタイル張りの大きな柱がある。また、ホーム両脇に全長にわたって設置されている。 愛事港には巨大なニューヨーク市地下鉄標準の駅名標が設置されている。駅入り口改札はホーム北端近くにつながっており、地上への階段はヨークストリートと J ストリートの交差点付近、ラトガースストリートトンネルの換気塔内に階段が一つある。また、南端には閉鎖された改札がある。地上への階段はサンズストリートへ通じていたが、第二次世界大戦後に、 いつの間にか廃止された。ありがとうございます。